Thank you.
い、じゃあ自己紹介をしていきましょう。はい、自己紹介します。大丈夫？はい、はい、あなたトトロっていうのね。私の名前はメイちゃん。ありがとうございます。青色担当です。よろしくお願いします。メイちゃん。はい、アンドゥのお姉ちゃんといえばねんちゃん。はい、ありがとうございます。三草あかねです。よろしくお願いします。ねんちゃん。みんな行くよ。ご飯にする？お風呂にする？それともこまつ。ありがとうございます。アンドゥのリーダー山本こまつです。よろしくお願いします。息切れしてます、私。わかりますよ、ね。うん、暑いね、今日ここ。みんな暑くないんですか？長袖の人もいるし、半袖の人もいるね。ちょっと声が出てないけど。大丈夫かな。めっちゃ暑い。なんか私のやつ結構なんか空気が通らないんですよ。暑い。ねえちゃんのが一番素材が暑そう。冬素材。めいちゃんは涼しそう。暑いですけど涼しいです。この中で一番涼しそう。いいね。でも外めっちゃ寒かったんよね。そうなんですよ。そう、家から出た時、いや寒いわって思ったけど意外と暑かったです。ほんまになんかでも地元はめっちゃなんかそうでもないなと思って、自分は上着持たずに来たんですよ。だからもうさっきのあの服で、あの服のまま来たんですけど、なんかめっちゃなんか乗り換えの時間とかにめちゃめちゃ寒くて、めっちゃ死にそうになりました。息強くいきましょう。頑張る。ありがとう。なんか最近励まされてばっかりなんですよね、姉ちゃんにね。強く生きるの大事で、ほんまに昨日も電話したもんね。はい、楽しかった。電話やばかったね。ほんまに楽しかった。なんかね、夜ってやむじゃん。そうです。夜ってやむじゃん。でもね、ちょっと昨日はね、なんかちょっと喋りたい、電話しようって言ったらみんななんか参加してくれてからね、ね、楽しかったね、昨日。めっちゃ7時間トータル7時間うん、7時間くらい電話した。おかしいけどね、ほんまに。夜の、だってご飯食べよる時くらいじゃもんね。ね、7時から始まった。そう、まあ、みんなやみがちな、ね、そう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 、ね、そうなんか、ね、励ましてください。そう。もうお互いにね、ちょっと励まし元気出してみたいな。ずっとやっとったね。だけど電話切ったのが夜中の2時ぐらい。2時半。2時半。晩ご飯食べてるぐらいの時間から2時半ぐらいまで。私が夕方に寝て起きたのが7時で、そっから電話始まったんで。あ、そっか。そっか。ほんとだ。すごいね。すごいと思います。しかもなんかずっと ここがずっと話してる。この人途中でなんか抜けて、おらんくなって。帰ってこなかったから。帰ってこなかった。まま寝とった。なんか帰ってくるって言ったのに全然帰ってこずかった。つらいわ。ほんま。普通なら5分で済む用事を、なんか自分で2、3時間待ったよね。まだある。寝とったんじゃん。そうね、大変。まあ私よ。うん、私よね。うん、ほんまに今ね。うん、ちゃんとね、ちゃんと帰ってきてね、次は。帰ってます。じゃあまた電話しようね。月1くらいでしたい、はい、っていう仲のいいっていう自慢のお話でした。ね、来月みんなで焼肉食べに行くしね。楽しみ。めっちゃ楽しみ。頑張ろうね、焼肉に向けて。頑張りましょう。じゃあ最後の曲も頑張ろうか。はい、次が最後の曲になります。ありがとうございます。次の曲はですね、結構一緒にみんなでなんかこう、ここは多分ジャンプしちゃダメなんで、手挙げて一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。お願いします。モンスターズ。
正解だったね。ちょっと息がねできんかと思った本当に。これ酸素濃度が薄くないですか？あの上の方とか大丈夫ですか？酸素届いてますか？大丈夫？そう、上の人たちには届いてるらしい。最前の方たちは息できてますか？座ってるもんね、ずるいね。自分らも座りたかったね。窓全開にしたい。ほんまに。ここ窓ないからね、息ができません。年齢的にもちょっと、年齢的にもね、ちょっと熱いものが。ここちょっと現役女子大生って言っとるけど、女子大生って言ってもね、ちょっと年齢層高めじゃけどね。高いですね。ちょっと。頑張りたいね。なんかこうポメリップさんみたいなちょっと純粋無垢な感じちょっと欲しいね。ほんまに。もうだってなんかさっき楽屋でなんかなんだっけ、トランプの七並べしようみたいに言ってて、七並べするの？みたいな、私もやりたい。ほんまに。なんかもうあの感じになりたい。プリキュアみたいで可愛くない？可愛くない？可愛い。私もなりたい。まだいける。まだいける。まだ大丈夫。まあ、黄色じゃけ、ちょっと2人とも色被ってないし。あ、確かに。でなんかまあ身長差のこと考えたら、まあ、真ん中に行けば2人がちっちゃいからバランス取れるかなって。そうですね。そうですね。やっぱね頑張りたいね。私もポメリップのメンバーとしては。ちょっといろんな壁を越えてしまった。三倍やけど。三倍三倍。私が三倍なんですよ。三倍。待って、何歳ポメリッペさん何歳だっけ？言っていいんですかこれ？あ、ダメかもしれん、わからん。でも約3倍ってことか。およそ3倍でした。ちょっと待って、引きました、やばいやばいみたいな。犯罪じゃんと思って。戻りたい。だけど自分らも次はあのトランプ持ってきて、なんかしようや。スピードしたいです。え、スピードめっちゃ得意よ私。いや負けません。ウノの方が得意やけど、ウノがいいな。ウノわかんないです。あんまり。え、自分ウノ使ったマジックできる。いいです。こんな感じでじゃあ終わりますか。そろそろね。はいはい。あ、はい、あ、次のイベント。はい、最後にお知らせを一つ。はい、はい、次のアンドゥ出演のイベントは4月29日日曜日に、午前中が、うん、アリスガーデンにて、観覧無料のイベントが。午前ではないわ。午前ではない。1時とか2時とか。昼過ぎですね。昼過ぎに。はい、こちら無料なんで、ぜひぜひ立ち寄ってください。はい。で、その後、ミスカラフナイリさんでガールズライブコレクションに出演させていただきます。はい。来てくださいって言って。ぜひ、はい。どっちも来てほしいです。もっと大きい声で言って。どっちも来てくれますか？はい。うん、来なさそう。来なさそうね。言わせた感すごいよ。もう一回、もう一回、もう一回、来てくれる人。やったー。今手挙げた人、全員来てください。顔覚えたけね。よかった。覚えたよね。覚えました。はい、じゃあ帰ろ。